では内装ドアトリムから見ていきます。レッドレザー仕様ですね。ウィンドウスイッチパネル周り綺麗な感じです。スカッフプレートとか、まあ、この辺は結構綺麗な感じですよね。ただやっぱりシートはですね、どうしても赤レザーここら辺結構切れちゃいますね。こんな感じになっております。で、助手席側こちらは、ちょっと汚れはありますけど、まあまあ破れとかはなさそうですね。ステアリング純正です。擦れとかもなくてステアリングは綺麗な感じですね。でダッシュボード上目立つような乗り跡っていうのはなさそうかな。よいしょ。オーディオは、CD デッキですね。ちょっと古いタイプ。シフトブーツ、ちょっとここら辺のパネル周りは汚れてるかなといった感じですかね。こんな感じになっております。で、ETC ついてるんですけど、ちょっとですね、分かりづらいんですけどね、この裏にこれです。これ ETC です。すごいところについてますね。基本なんかもうカードは取り出さない仕様な、そんな感じですよね。ではエンジンかけてみたいと思います。まあ、かかりは非常にスムーズですね。あ、純正マフラーなんでね、音はそんなにいいですけども、吹き上がりなんかは非常にスムーズな感じです。よいしょ。で、トランクはこんな感じで、まあ、トリム類の欠品とかは特にないですね。で、ジャッキ、これ純正のカセットデッキかな、がついてますね。はい。で、助手席、まあまあこちらはもう綺麗な感じ。助手席側なんかも、うん、綺麗な感じですね。はい、以上 S2000 の内装でした。